甲忠義、新末の官僚、軍人。字は、味根。湖南省新寧出身。甲忠茂のいとこ。皆、豊2年、甲忠茂が、蘇勇を率いて、太平天国軍の攻撃を受けていた長沙に救援に、赴くと、甲忠義もそれに従い、湖北省、江西省を転戦した。皆豊4年に、甲忠茂が、露州で戦死すると、その軍の一部を吸収した。翌5年、提督の数春に従って、露州を奪回すると、知県に抜擢された。皆豊7年に、劉長介が、江西省の臨江で危機に陥ると、強勇千人を率いて、救援に赴き、太平天国の翼王国立海軍を破り、知府に昇進した。翌8年、江西省を平定して、湖南省に戻り、皆、豊9年に、石立会が永州を攻撃すると、応援に駆けつけて、石立会を破り、功績で動員に昇進した。さらに豊京、江西省全州を転戦し、貴州準部に抜擢された。同治元年、貴州省の姜栄峰率いる豚族の蜂起を鎮圧し、貴州提督に転任、さらに、江西提督に異動し、張高雄の蜂起軍を破った。同治2年に再び、江西省の応援に行き、ここを攻め、太平天国の党貴文金を破った後、安徽省南部で、寧国、太平などを奪回した。しかし病にかかり、医者に診てもらいに、南省に赴く途中で死去した。誠勉の死号が贈られた。ありがとうございます。